お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、まあ、枯渇を使っていきたいなと思いますんで、こちらのデッキなんですけど、海外のプレイヤーが、まあ、使ってたデッキで、今グラチャレの12勝したデッキが一番多いのかな。これが多いのか、それとも12勝デッキの中でなんか勝率がめっちゃ高いみたいな、あ、まあよくわかんないですけど、グラチャレで、まあ、今一番強い的なやつです。はい、やつです。ということで、まあ、こちらを紹介していきますんで、グラチャレだから行きたいんですけど、今、行っても、ま、0勝目からなんで、ちょっとそしたらなんか、隠したなんかタワーでのラッキー勝利みたいなのもあるんで、まあ、ここは、ま、マルチでやっていこうかなと思います。はい、ということで、行きます。で、しかも、なんだろうな、ゴーストとかいるんで、意外と立ち回りやすいと思いますね。とりあえず、ここ相手リポイントきたんで、攻めてからの、まあ、ポイズン打って、よいしょ。これなんか来たら美味しい。あ、待って、これ美味しくね。待って、ゴーストが早く溶けてくれたら、あー、殴れない。オッケー。オッケー。これめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。あえたらエリポンと取るね。わかんないですね、まだデッキが。今の美味しいですね。エリポン取るね、ザップ。ゴレかな。ゴレっぽい気もしますね。はい、ゴレでしたね。この瞬間に多分これアウトローだけでも出しとくと、今日防衛が大変なんで、で、ゴーレムに対してはプリンスがすごい有効なので、これプリンス出して、これ左側のプリンも延命したい。延命したい。勝手に残れ。OK。で、ゴレは正味これで溶かせまして、さらにポイズンがあるんで、この枯渇。スペルがなんかポイズンウッドで、ロケットじゃないっていうところで、よいしょ。珍しいですけど。オッケーオッケー。でも、杖。プリンスだけでほぼ溶かして、でこれに合わせて、バレルを打ってあげると、ターゲットをユニットが取ってるから、あれ、ターゲットが外れましたけど、もう大ダメージですね。よしよしよし。で、これは今相手エリポン置いてたんで、多分、相手コストないんですよ、今。6コストしかないのに、エクサポンプ置いて、ちょっとやっちゃってる人なんで、これはもう入りますね。美味しい。で、これはまあギャングでかな。防衛してあげて。はいはいはい。で、このエリクサンポンプに今ポイズン打ってしまうと、後々防衛がしんどくなるので、ここはポイズン使えませんね。防衛のために取っておきます。で、後ろからプリンス出して、で、ダークネクロの処理にしっかりポイズンを使っていきます。よいしょ。で、ウッドも裂いてあげて、そしたらダークネクロは処理できるので、で、プリンセス出して、で、これに遅れてアウトローを出して、これにまあ困った。ほんで、防衛ポイズンですね。防衛ポイズンでなんとか耐えてほしい。耐えてほしいけどー、まあまあまあ。そういうこともあるね。そういうこともあります。っていうところで、よいしょ。もう、やんちゃ攻めで。で、相手はこれがしんどい。これ、陸行きいない。OK。OK。よし。まあ、これは相性感がありますけど、言うて余裕ですね。ゴレで、相手の、ん?ゴレ出た瞬間に、まあ、逆サイド攻めて、でゴーレムにはしっかりプリンスを合わせて、で、まあ、防衛でポイズン使って、を徹底すれば、まあ、あのゴレには立ち回れるかなと思いますんで、このデッキ、まあ、自分の中では、多分ラバルが結構しんどいと思うんですよね。よいしょ、初手のエッポにはポイズン置いて。多分ラバルがマジでしんどい。トルネードもないし、空に対してがアウトローと、プリンセスとギャングか。しかないんで、まあ基本的に多分空にしんどいデッキかなとは思いますね。これですね。相手がゴレ出してきたんで、この瞬間に逆サイ、まあ2コスト使わせて、このゴレを防衛ですね。プリンス合わせて、これさてはさっきと一緒やね、相手のデッキ。そんなことあるかな。これがめんどくさいですね。これにプリンセスが早く処理してほしい。向いてくれ。オッケー。このコウモリをプリンセスで処理できれば、オッケー。
オッケー、やりこぼ頑張れ。いいよ、いいよ。からの、このプリンスにバレルを合わせてあげると、多分ウッドがない気がする。これがもうぶっ刺さりますね。オッケー。で、このミニペッカは、左のメガゴムダメージ受けたくないので、ここはアウトローで、しっかり両サイド防衛していきます。で、このアウトローは相手はまた無視できないので、これにコスト使ったやつを、まあ、プリンセスでいいかな。よいしょ。防衛していきますと。はいはいはい。で、まあ相手が一回このちょっとリードして待つ時間があれば、まあプリンスを裂いたら、もう防衛がしんどくなるので、ロイヤルゴースト、を裂いていきます。これはちょいもうポイズン打っときますね。多分これにこれ来そうな感じもするんですけど。ですね。これで、この間に逆サイ攻めて、よいしょ。で、ここはもう、多分もしかしたらおられるんで、これ。あー、そうっすね。で、無視してきましたね。これは、まあ、ポイズン防衛ですね。このダークネクラ美味しい。ポイズン使って、このポイズンの防衛が優秀すぎっすね。やば、相手しかまだ1400なんで、もう勝ちみたいなところありますし、これで左も攻めていきます。よいしょ。で、このゴレは溶かして、早く溶けて、早く溶けて。いや、この爆破も入れたくないです。オッケーオッケーオッケー。オッケー、耐えた、耐えた、耐えた。やばい。相手ポイズンだから助かる。やばい。やばい。え、待って、やばい。危ない 4!4 耐えた。これは、これで、アウトローでターゲット取って、勝ちみたいな、ところありますね。よいしょ、おー、危ない、危ない危ない危ない、めっちゃ危ない、めっちゃ危ない。同じようなデッキだけど、相手がちょっと違う、ちょっと違う。ほんのちょっと違いましたね。言うて、ちょい危なかったですね。まあ、1-1で2-2になってたら、まあ、最後サンクラ対決では、ダメージ取れてたので、まあ大丈夫かなってところではありましたね。はい。ということで、ラスト。アウトローとかは、できるだけ最初には使いたくないですね。ギャングサイ、ザップサイなので、ギャング。ウッドザップ、ウッドザップ。ってことは、サンスペかな？ジャイかな？ジャイっぽい。じゃあ一歩ですね。で、この手札とかになった時は、まあ、ウッドサッカー、アウトローサッカー。まあ、ここはアウトローでいいかな。で、しかも相手ウッドサイダーで、ここで、ゴブリンバレル。オッケー。はい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 。これがめっちゃ刺さる。これ美味しい。これ美味しい。で、このジャイの防衛にしっかりプリンスを使って、まあ、これマスク処理できたらめっちゃでかい。まあできないか。オッケー。で、これ、ミニペから先に処理して。やばい！相手のザップが上手。やばい。危ない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 。危ない。危ないけど、多分相手はこのプリンスに何か咲かないと突進が入るので、はい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 。相手はジャイサンスペースね。ジャイマスケミニペメガゴのアイスピのポイントザップ。これ勝ちたいですね。とりあえず、ゴーストサッカー。ああ、やばい。これやばい。これプリンスも出したい。じゃないと。ああ、相手うまい。うまい。めっちゃ攻めてきますね。ジャイメガゴでウッドサイテン、もうこの間にゴーストが、やばい。ゴーストがほぼ全部持っていきましたね。で、このミニペアはギャングでしっかり処理して、相手多分このプリンスの防衛がしんどい。オッケー。頑張れ、突進。うんし。よいしょ。で、この右のゴブリンとやりゴブが、はいはいはい。なんでもダメージリーダー取ってるんで、ここの相手の攻めをしっかり防衛したいですね。で、アウトローだと防衛しきれないので、しっかりプリンスで。と、もうギャングも出して、やば！待って！プリンス頑張って！オッケーオッケー。で、アウトローがギリ。間に合う。オッケー。オッケーオッケーオッケー。
や、あのマスケずるいな。これさてはやばいな。このジャイ来たら防衛できないですね。やばい。あ、まだ200なんで削れますね。ってことで11ですね、これは。ってことで、これはもう、ポイズン使って、相手2周目ジャイ回してくるかな。いやー、ここがしんどいですね。ここどうにか耐えたい。今もギャング咲いて、プリンス処理。あー、オッケーオッケー。で、これをプリンスでしっかり処理して、相手めっちゃ出してくるやん。やばいやばいやばい。頑張って、アウトロー。やばいやって、やばい。痛い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 。グッドゲーム？それは、あ、そんな、そんな、やめて。いやー。敗北、敗北、敗北。いや、敗北ですね。はい。ってことで、まあ、負けちゃったんですけど、これは、今回、グラチャレおすすめデッキなんで、まあ、グラチャレでぜひ使ってほしいですね。本当に。なんか、今、マジで、一番、12勝の多分確率が高いんかなが一番多いみたいなデッキなので、多分12勝マジでしやすいが、まあ10勝とか11勝までいけると思うので、マジでぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。